はい、桜井直人さんです。だから監督とも1年間僕一度も話したことないですか。 ABCD みたいなランク付けされて切れちゃって、ベストイレブンをじゃあ発表しようか。はい、桜井直人さんです。こんにちは、お願いします。お願いします。まあ、サックはね、この前ドリブラー3人で出てもらいましたけど、見た？あ、見ました。はい、どうでした？ありがとうございました。まあ、そうですねまたやりたいなと思いますなんかね、はい、ドリブラーといってもみんなそれぞれタイプも違うし、共通するとこもあったりして、まあ、面白いね。いや、面白かったですね。ねえ、まあ、今日はね、ぜひ桜井直人さんを知ってる方もそうだし、まあ、知らない方もいると思うので知ってもらいたいなと。やっぱりまあ、僕ら草サッカーやる上ではサッカーを欠かせない存在なので、いつも呼んでくれてありがとうございます、はい、いやいや、素晴らしいテクニックの持ち主ですからね。まあ、サックは1994年に、まあ、浦和レッズに入ったわけですけど、年齢的には俺の2つ下3つですね。今年45歳になり、川口芳勝とか城彰二とか。ああ、なるほどね。その年代ですね。はい。あ、まあ、でもサック入ってきた時はね、結構人数もいたんだよね。めちゃくちゃいましたね。はい、50人ぐらいいたんじゃないですか。うん、93年から、はい、その前年からね、まあ、J リーグ開幕してっていう中で、でもさ、 J リーグ開幕した時はテレビで見てるわけじゃない。そうですね、はい、高校3年生でしょ。高校3年生です、ね、どんな思いで見てたの？高3になる前までは J リーグなんてなかったわけじゃないですか、うん、そのプロっていう職業がなかったわけで、うん、まあ、だけどサッカー大人になってもやりたいっていう思いはあったんですけど、まあ、だけどその高3の時にその J リーグができて、本当に目指すところができたというか、でしかも浦和レッズという地元のチームがあって、そこに入りたいっていう思いがありましたね。え、スカウトされたの？なんかテストとかあったの？僕高校大宮東っていう高校なんですけど、うんうん、自分の代だけ強かったんですけど、全国大会1回も出てないんですよ。だから僕自身が全然有名じゃないというか、でスカウトとかは全くなくて、高校の監督からレッズのテストを受けてみないかっていう風な話をいただいて、でそれで3日間サテライト2軍で練習参加したんですね。最初の2年ぐらいは練習生で、途中から契約させてもらったという感じです。で給料も大きな山田信さんなんか試合も出てるからもう使いもらってるけど。そうです、もう全然ですよ。いくらでしたか分かんなくなっちゃう、分かんないんですけど、うん、親父の車とか借りてて、たまに信さんとかと飯食いに行ったりしてたんですよ。でお金ないから信さんにガソリン入れてもらったりしてました同級生だけど、はい、なんかすごい時代だよね、そう考えればね。いやー、本当ですよ。だから僕ら二軍サテライトは荒川の河川敷で練習してたんですよ、うんうんうん、だからその大原トップグラウンドで練習する機会が全然ないんですよ。トップの紅白戦で怪我人がいて何人か出てて、紅白戦する人数がいない。ただ普通二軍のサテライトの僕ら誰かが代わりに行くというか、それが普通じゃないですか。だけどコーチが出て俺ら全く呼ばれないみたいな、うんうん、なんか別チームだったね。あ、もう完全別チームですね。だから監督とも1年間僕一度も話したことないですか。横山さん？横山さんと1回も喋ってないですやばくないですか。なるほどね。1年目チーム入っていろんな人たちがいて、まあでも実際こう一緒にやることってあんまなかったと思うけどどうだった？別弱かったじゃない。まあ弱かったですけど、だけどほら、そのこそ高3の時にテレビで見てた、まあ、水内さんもそうですし、うん、福田さんとかいたりして、たまにもちろんあったりするじゃないですか、うんうん、すげえなーなんて見てましたけどね。うん、サッカーではレッズではリーグ戦は出てんの？あ、リーグ戦出てますね。まあだけど公式戦合わせて20試合ぐらいですね、5年間ぐらい。でそこからプロになったの？試合に出れるようになって。あ、そうです。それで契約してもらってって感じですかね。いくらで契約してもらったの？どんぐらいですかね。60万とかですかね、月。すげえ、いいじゃん。いやいやいやいいんすかね、それは。まあだけどほら、練習生の時はもう十何万とかでしたから。うん、そうだよね。もうそれに比べたら全然。で、途中、98年 ?99 年途中ベルギー。99年ですね。99年でだって J2 落ちた年だもんね、レッズは。あ、そうです、そうです。はい。ね、それはベルギーから声かかって。はい。声かかって、まあ僕もほら、結局サブだったり、試合もね、全然出てなかったんで、まあこんなチャンスないなと思って、もう即決でしたね。ベルディは、リーさんですか？はい、監督。あ、リーさんの時ですね。どうだった？いきなりベルディに行って。いやいや、もう、何ですかね。昔のイメージですよ、ベルディは。だって。ありました、ありました。だから、そのイメージで行ったんで、本当にちょっと不安でしたよね。レッツと全く違うじゃないですか、戦い方というか。うんうんうん。まあ、だから、ちょっと不安でしたけど、逆に僕のプレスタイルに合ってたというか。うん。ベルディに行くときに、だから、サク、ベルディにそんな友達いなかったでしょ？
いないですね。ねえ。で、はい、俺ら、山田拓也に連絡して、そうです、そうです。桜井っていうのが行くから、ちょっといじってやってくれって言って。だからそれで、だから山拓がそうやって声かけてくれたから、うん、すごい助かりましたよ。伊豆さんとかそうやって言ってくれたんで。不安だもん、初めての遺跡だしね。いやそうですよ。だって、若いって言っても、いくつぐらいだったの ?25? ターンですかね。ああ、じゃあ、はい、まだまだ若い方だもんね。まあそうっすね。まあ、うん、若い方だったと思います。その時のベルディ主力誰？キーちゃんとか。北沢さんか。高木さんか。はい。高木さんもいましたね。でもさ、読売ランドで練習するのちょっと憧れじゃない？いや、だからそうですよ。僕ほら、小学校も全国出てないんで。うん、うん。初めて行きましたから、その時に。ああ、そう。はい。そっか、サテライトリーグもやらないもんね。だからちょっと嬉しかったです。で、ベルディそれ何位だったの？最初行った時。結局、10位ぐらいとかだった気がします。あ、そうなんだ。ちょっと責任感じて、うん、ましたけどね、結構出たんでしょ結構出ました、はい。なんかリーさんからなんか得たものあるね。いやまあ厳しかったですけど、やっぱ細かいとこまで本当指導する監督なので、結構僕に足りないところ、例えばパス出すタイミングとか、そういう細かいところをすごい勉強になりましたね。やっぱドリブルしかレッツの時しなかったんで、そのパスのところっていうのがね、やっぱり自分で足んないって分かってたんで、すごい良かったです。そういう意味ではやっぱり D さんと会ったのはいい出会いだね。相当大きいですね、サッカー人生で。はい。で、ベルディ行ってやっぱ活躍して試合出たわけじゃん。ベルディでどれくらいお金もらったの？いやいやいや、そこはもうちょっとなんかね、ちょっと言いづらいですけど、他の方は言ってるんですか、それは。いや、あんま聞かないけど。あ、聞かないですね。じゃあそこはちょっと僕もいいっすか、うん、あれ。で、ベルディ何人いたの？何年いたの？結局。ベルディも5年ぐらいですかね。あ、そうなんだ。で、ベルディ出たのがいくつぐらい？ 30 の年です。30でお見合い行ったんだ。30までやれるって思った？いや、全く思わないです。だって、レッツであんだけ全然出てないのに、まずね、首になって、なんなかったのがまあ運が良かったんですけど、試合も全然出てなかったわけですから、せいぜいだいたい26、7ぐらいまでかななんて感じで思ってましたね。でも大宮にまあチームが できるっていうのもさ、まあさっきからプロになってからできたわけじゃん。大宮もベルディから大宮に行くっていうのはどういう決断だったの？僕ベルディ大好きだったんで、まあ、全然出るつもりなかったんですけど、だけど移籍する年の契約更新の時に ABCD みたいなランク付けされて、俺はなんか確か B みたいな感じ言われたんですよ。で、お前は B の評価だから、まあこの金額だよみたいな感じ言われて、なんで俺が B なんだよっつって、じゃあ A は誰なんだっつって、ちょっと切れちゃって。それで、いやいや、もうじゃあもう出ますっつって。まあそれで、ちょうどほら、そのタイミングで大宮が J1 に昇格したって言って、うん、まあ地元のね、埼玉のチームっていうのもあって、まあしかもあとも J1 で上がればダービーがあると。埼玉ダービー、うん、まあだからそれもあってちょっと代理人の人と話して、うん、それで決めましたね。そしたらぜひっていうことで、あ、サクの中でさ、こう衝撃を受けた選手とかって十何年やってきて J リーグで、まあ、いろんな外国人選手も含め、ドリブラー桜井としてはどういう選手が気になったり、どういう選手が嫌だったの？いやー、どうですかね。基本的に人を認めたくないというかいや、俺の方が上手いでしょみたいな、変な自信持ってたんで。今でも言うじゃん。あ、いや、そうですね。まあだから、この前もね、もう言いましたけど、うんうん、エジムンドとか、うんうん、憧れてたんで、その選手と一緒にプレーできたっていうのは、もう直接生で見れて、目の前で見れて、もう衝撃的だったし、もう僕の財産ですよね。認めたのはエジムンドだけなんだ。いやいやいや、まあ、いっぱいいるんですけど、上手な人ね。だけどやっぱね、そういう性格上、はい。なかなか。じゃあ、サクの選ぶベストイレブンをじゃあ発表しようか。サクはほら、認めないからもう俺、サクとエジムンドだけかもしれないけどさ、それで試合はできないわけだ。はいはい、3チーム歩いてやってきて、そして、まあ、いろんな選手とも戦って対戦して、はい、ベストイレブン。じゃあ、キーパーから。キーパー。本並さん。おー、イタリアの。はい。本並さんは、良かったですね。やっぱり。なんか、信頼感があるというか。うん。なんか、本並さんね。はいはい。はい。ディフェンスはどうしましょう？ディフェンス、センターバック、ツーバック、土屋、バール。あ、バール、はい。それと、サツカーさん。あ、サツ。はい、サツとはやってないでしょ？一緒にはやってないです。もう、だから対戦。うん、はいはいはい、してて、めっちゃ、ちょっと一番嫌だったです。ああ、はい。足早いんだよね、あいつ。足が早すぎますもん。
体も強いし、ああいうタイプが一番嫌でしたからね。それが2バック。2バック。うん。で、右サイドバック、うん、山田信久。お山田信久。お店。はい。うん。左、杉さん。杉山さん。なんで笑っちゃってんの？すいません。いや、パッと思いついただけですけど。同期でしょ？あ、同期です、同期です。ね、同期だもんね。まあ、だけど、あんなフィジカル強いですからね、めちゃくちゃ。そうね。中盤は。中盤、ボランチ、林健太郎、天才ですね、あの人は。はい、あと、じゃあ山田拓也。山田拓也はどうしよう、中盤の右？いや、ボランチ。あ、ボランチ。ダブルボランチ。ああ、じゃあ、山田拓也と林健太郎。はい。右サイド。右サイド。野人岡野。はい、お野人岡野。左、マニアックなの行きたいっすよね。いや、全然、じゃあ桜井。自分ね。ツートップは、水内武志って言いたいんですけど、いらないから。ここはちょっと、はい。鈴木孝之。おう。あと、ドラゴンですかね。ああ、久保。ドラゴン。僕はそこエジムンド。強力じゃないですか。エジムンド入んねんだ。エジムンド。エジムンドはもうさっき言ったんで、もういいです。まあ、久保立つとね、孝之左利きで。両方とも一個下ですけど、なんか年上みたいですよね、あいつらね。態度とかも。ネタになってるからね、それね。本当ですよ。トゥリオ入れなくていいの？トゥリオですか？あ、トゥリオはサブですね。個性の塊だね。そうですね。いいっすね。いいっすね。じゃあまたちょっと、さて、ドリブル談義もしようよ、また。あ、それいいっすね。また、ね、ぜひお願いします。うん。いろいろとまたお願いします。はい、いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。うん。また会いましょう、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。また、よろしくお願いします。じゃあね。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札